皆さん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日も全ロストライトやっていこうと思います。全ロスしている場合じゃねえぞ。ということでですね、皆さん、えー、本日ね、えー、まあ皆さんにご紹介したいのは、まあ、こちらのね、MP7 ではありません。はい。まあ、皆さんね、もうサムネとタイトルを見れば、まぁ、あ、分かると思うんですけれども、今回ね、えー、こちらの 6L アーマーマ使ってやっていこうと思うんですがまあ、皆さんね、まあ、防具の中で一番最強なのは何だと思いますか、まあ、6V アーマーのこの耐久値138っていうね、まあ、脅威の耐久値誇るんですけれどもえー、まあ実はですねこれ 6L アーマーが最強なんですよなんでかっていうとこれね見てほしいんだけどさ左の方真ん中左の方に人の模型みたいなのがあるじゃないですかでこれ 6L アーマーって えー、胴体からねえー、手腕足もうすべて守ってくれるわけで対する 6V アーマーは見てください腕は守れるけど足が守れないんですよねつまりねこれねレッグメタっていう戦法が通用してしまう防具になってしまうんですねえー、対してこの 6L アーマーはもう全身覆ってくれちゃうわけだからこの 6L アーマーこそ至高の防具だと僕は考えておりますはいまあね え皆さん、えー、賛否両論あると思いますが、6V が最強だの、6L が最強だのね、あると思いますけれども、僕は自分の信じた道を行くということで、この 6L アーマー使ってね、えー、今回は秋山マッチング、えー、しばきまくっていきたいと思います。それでは早速、秋山マッチングやっていきましょう。Let's go !MP7 はいつも通りの構築です。えー、知らない方はですね、過去の動画を見てみてください。お願いします。 さあ、ということでね、まあ、秒速1センチメートルでマッチングしたんですけれども、このゼンロストライトっていう神ゲーはさ、マジでさ、実況者の味方で、ネタがさ、なくなんないんだわ、本当に。もう無限に動画作れるような。はい。どっかのね、僕が公式パートナーを務めている、ニューステイトモバイルとね、あの、全然違うんですよ、本当に。このゲーム、神ゲーなんで、まあ皆さんもですね、えー、ゼンロスさえ怖くなければ、 遊んでみてください。で、まぁ、ゼロスが怖ければね、えまあ、僕の動画を見て、まああの、満足してくださいということで、え、一旦3番一択でいきましょうか。で、まあ、5番がですね、まあ、やっぱりリゾートあるんで、まあ、人気はあるんですけれども、やっぱり展望台でいいんですよね。えー、このゲーム、初戦は展望台ゲーなんで、展望台に突っ込んでね、あのー、クリプトコインだの、ビデオカードだのね、えー、もらえば、もう勝ちなんで、 えで今回はまあ最強のね防具 6L アーマーを着込んでいるのでまあレッグメタも通用しませんしまあ6層貫通だな気をつけんのはまあそれだけでしょう M4 とさあとは CARMDR まあとかね KC416 そのあたりにねまあ注意してればまあ負けることはないでしょうよということでやっていきましょうか とりあえずさ、この辺から、まあ、僕はね、えー、最近このね、お注射にハマってるんで、えー、注射をプスリプスリと刺していくわけ。あー、マジで注射気持ちいいわ。本当に何本あっても、えー、困らないからな、注射っていうのは。まあ、みんなね、注射持参して、えー、ぜひね、この秋山に潜っていただきたい。はい、ということで、えー、ま、展望台向かっていくんですが、まあ、これいつも通りのムーブですね。はい。 ま、この展望台がね、こんなに美味しいなんて、俺は前シーズン分からなかったよ。本当に。うん。今シーズンからの学びですね、これは。こうやって、ま、シーズンごとにね、学んでいきゃいいのよ。本当に。開いてるかな開いてない。これは完璧か。とりあえずじゃあ開けましょうか。まずは開場していきます。オープンさあ、何が出るかな何が出るかなと、ここ一旦ね、 6L アーマーとか落ちてることあるんで、まあ、しっかりね、確認しましょうね。さあ、そして、えー、何もなしと、マジか。なんで、なんで何もないんやと、えー、何これ。あ、とりあえずありがとう。なんかこの辺空いてんな。もしかしてこれ、漁られたとか、ジグレニキいた可能性があるな、これ、この感じ。マジかよ。ジグレニキマジで害悪だから、消えてくんねえかな、ほんとに。 誰だよ、ジグレとかいうさ、外役戦法を世に広めたやつは。マジでありえないんで、そいつ見かけたらね、皆さん縛きましょうね、ほんとに。えー、じゃあ、とりあえずジャケッティングを漁っていくか。この感じ、やっぱそうだな。漁られてやすね、これは。これはめんどくさいことになってきた。こうなるとね、まあめんどくさいんですよ。厄介なんで、まあ一旦ですね、えー、この辺漁り尽くして、 さっきからなんか、銃声うっせーな。銃声は聞こえてないけど、銃声マークがガンガン入ってるんで、まあ、気をつけましょう、まあ。ワンチャン来るかもな、こっちな。とりあえずですね、僕が皆さんにえ、展望台のね、最強ポジを教えたいと思う。ちょっとついてきてくれよ、みんな。ああ、こんなところに箱がいっぱい。マジですか。ああ、箱、箱まみれ。でもなんか、全然美味しくねえや。 うわあ、めんどくさいや。めんどくさくはないんだけどさ。いや、そうか、終わってんだ、もう。戦闘が終わっちゃってるからな。来てくれるかな新しい敵は。来ないかなわかりませんが、とりあえずじゃあこの辺漁って、おっとルーターアザスここね、意外と見落としがちなんで、まあ、皆さんね、あさり忘れのないようにお気をつけください。はい。 こういうところをこまめに開けれるか開けれないかが、まあ、勝利の鍵だよね本当にこの展望台金策っていうのはこの上もですねしっかりと見ないといけないんだようんでなんかいるが、まあ、とりあえず僕が最強ポジを教えますんでえー、ここのね待ってねここ一旦上ってここだねここがマジで強いんだよねここで待ってるだけで敵ねまぁ、あ、100万人はしばきますようん ここマジでバレにくいからな。まあ、バレたらジジです。はい。ただ、まあ、撃たれてもですね、6L アーマーさえ着込んでおれば、まあ、あの、安心なんでね。まあ、皆さん 6L アーマーをぜひね、あの、持ち込んで、ここ来ちゃってください。で、レーザー耐えてると、まあ、ワンチャンバレるんで、まあ、レーザーはね、えー、この辺で、隠しとおこうか、まあ、隠れてるのかどうかわかりませんが、こっち向けちゃうとね、バレるんで、とりあえずこっち側。で、あとは、 足音マークだの、なんだのが出てきたら、縛ばけばいいだけの話なんで。で、まあ、スニーカー2キにはね、スニーキングをしっかり駆使してくる、ああ、馬鹿たれは、まあ、足音聞こえないんですが、まあ、レーダー反応するんで、レーダー反応したらね、降りて、縛ばけばいいだけです。はい。基本的に敵は、これ、上から来ずに、下から来るんで、あの、上からね、来る、ね、2キには、まあ、あの、しっかりと刺してあげましょう。もう、このまんま。 で、なんか戦闘に加入してきているが、ちょっとこっちの展望台来てくんねえかな、マジで。展望台を制してこその秋山なんでね。あの、別荘とかマジ時代遅れなんだよな、普通に。一昔前って感じがするんですよね、別荘を漁ってる人は。だからまあ、最新の流行りはこっちなんでね。ここ漁ってるだけで、まあマジで金作は余裕ですね。うん。だからまあ皆さんね、えー、ここを漁っていただきたい。はい。 敵が来ないんだよな、永遠に。マジでさ、どうなってんのこれ、こっち側から撃たれることないかな、まあ、とりあえず見とくのは、そっち側と、あとこっち側。こっち側から来てくれたら、超ハッピーでラッキー。で、あっち側から来たら、まあ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 ,まあっていう感じで。えー、とりあえず、ちょっとレーザーをこうやっといて、一旦切ってもいいね、レーザーは。ワンちゃん警戒されるからね。あの、モサはね、警戒してくるから、 まあ、モサとバチバチにやり,やりたいんだったら、まあ、勝率上げたいんだったら、ここ切っとくが基地。敵が来てからつけてからでもさ、全然あの遅くないから、まあ、そこは臨機応変にね、えー、対応していただきたいところです。はい。やっぱり MP7 強いね。まあ、6層相手にもさ、えー、しっかりとこいつ活躍してくれるんで、まあ、6V アーマー結構多いんですよね。6V、6S、6A。6L ってあんまいないんで、まあ、レッグメタね。 してあげればいいんですよ。はい。結局ね。結局は足当て最強なんで。まあでも、まあその足当てをさらにメタっていくのがこの 6L 作戦なんで、あのー、環境をですね、メタル。まあ、これが大事ですね。本当に。で、倉庫を離しているうちに、誰も来ないんだよな、マジで。恐ろしいぐらい来ない。みんなビビってる可能性がある。まあこの展望台ね、うまいんだけど、結構みんなね、ビビっちゃうんですよね。 もさ結構来るんで、ここ。でも、ビビるのってもったいなくて、正直、同じ人間じゃん。6層もさ、1層も。人は人だから、結局、弱点をね、つけば、しばけるわけですよ。人の弱点は股間なんで、皆さん股間めがけてね、発砲しましょう。一コロです。はい。ということで、マジで来ねえじゃん。つまらないね今回の敵は、 全員チキンオブチキン。バンプオブチキンもびっくりのチキン具合の可能性がある。マジか。あ、でも後半のやいち来た。これワンチャン来るな。まあまだちょっと距離ありますが、待ちましょうか。いずれ待ってれば来るんでね。うん。まあ僕みたいにさ、まあ喋るだけが取り柄っていうか、もう喋ることしかできないやつは、ここでひたすらイモって喋っておくだけで OK なんで。はい。 いやー、ちょっと敵さんさ、マジでやる気ないんじゃないのそれは。早めに来てくれないと困るぜ、動画的に。一生ここで喋っておくわけにもいかねえからな、俺も。マジで頼むわ。いやー、どうしよう。一旦これ降りたいけどね。降りてさ、ちょっとあの、弾薬ケースの残り時間見に行きたいんだけどさ、ちょっと忘れた。ちょと見とくの忘れたんで、みな、皆さんはねえ、弾薬ケースが残り何分で回復するのかっていうのもね、確認しておかねえと、 まあととんでもなないことになります。あの弾薬もさ売れるからねぼったくればいいんでまあ、こうやって弾薬と上に湧くそのいい物資とで下に湧くさクリプトコインをまあ、しつかりと取ることによって金策を進めていくわけいやマジでつまらねえな敵がいないとさ全然面白くないから本当はこれありがたいんですけどねこれね金策やってる民にとっては これほどですね、いい環境はないんですが、動画を撮ってる民からすると、まあ、めちゃめちゃ悪いわけ。まあ、こうやってね、住人トイロなんですよ。感じ方っていうのは。人それぞれなんで、まあ、みんなもさ、ホッとするでしょこうやって敵が来てないと。ああ、よかった。今日は敵来てないわ。貧策楽にできるわ、みたいな。でも、俺はさ、やっぱ敵しばきたいかな。なんで来ないねんと。そして、ここで待ってる時に限って来ないからな。こうやってね、あの、 ちょっとね、あんまあんま出過ぎんのよくないんだけど、まあ、こうやって輪ンかますことによって、まあ、しっかりとねあ、若干広がるんで、こうやって、打ての範囲も。まあ、そういうのもね、覚えておきましょう、皆さん。まあこういうのを、まああの、細かい、精密な動きをすることによって、得られる新たな境地っていうのもあるからな。えー、とりあえずマジで喋ることなくなってくるんで、ほんとにさ、いい加減に来てほしいんですけど、なんで誰も来ないんだよ、マジで。おかしいだろ、普通に。 絶対来るよでもここ待ってるだけで絶対敵があ現れるんで現れないことなんてないからな普通に俺金作やってるけどさだいたいいるからやっぱりでまあ最近は5層とか6層が多い5層はいないね6層多いんですがじゃあなんでお前は MP7 使ってるんだいいと、まあ、先ほども言った通り足に当てれば勝てるんで、まあ、MP7 でいいんですよ正直あの KC416 とかさ CAR? えー、M4 とかは、まあ、動画で使いたいじゃん。ね。だから、金作で使ってるともったいないんだよな、普通に。で、今回はさ、主役が武器じゃなくて、あのー、6L アーマーなんで、そういう主役をさ、差し置いて、目立った武器を使うのはナンセンスなんでね。まあ、皆さんは、ま、そうやって6層のねえ、対策、普通に6層貫通なんでいいと思うんですけどね。まあ、僕は動画実況者だから、まあ、こうやってね、あえて、変な装備使ってるわけよ。まあ、MP7 は普通に強いんでね、 あ全然縛けると思うんですが、とりあえず縛く相手が来ません。あ来たかめ、来たくさいぞ。なんか、音しなかった。怖い怖い怖い。来てるかもしんない。なんか近づいてきてる気がする。銃声じゃなくてなんかさ、あ、来てるわ。来てるね。 はい、おいでなすった。完璧。さあ、ここで敵は混乱することでしょうね。僕の居場所が分からずに。来ちゃってる、来ちゃってる。スニーキングしてきたのか。エンドクッサ。いるね。これは、どうしようか。芝来たいな。行くぜ、もう俺は。こんなからね。 違うかはっえー、あっぶねえガチで危なかったはあいちいち怖すぎなマジでおまえふざけんなってマジでビビらせんなあぶなガチでヤバいやついるじゃん怖すぎほんとにどこで待ってんねん俺が言えることじゃねえか まあこれが 6L アーマーの強さということでね。あぶなしあぶなし。意図おかしですよほんとに。え、どうしよっかな。味方に加えてもいいが。いったん仲間にするかこいつ。なんか来てるんでね。変なやつ来てるんで、とりあえず仲間に引き入れてこいつを肉壁にしていく。おし。貴様、とりあえず M700 は返さないぞ。すまないが。それぐらいさ。 まあ,あの頑張ってくれよな。ああああ。マジでめんどくさ。グレネードやりやがった。おいお前行け。先にお前が行け。行け。頑張れ。頑張れ2期。しばかれろニキああ、私が来た。どういうことなんだよ。はいじいじ。マジでい危ない危ない。危ない,危ない,危ない何やってんだ。あぶないおいとりあえずおいニキやめろ。俺の物資。もうマジでニキほんとにやめてくれ。 俺の武士取るんじゃねえぞ。てかこいつさ、もう一回芝…縛いてやろっかな、マジで。舐めてると、しばくぜ。どっか行け、ほんとに。君と組んだのは、あくまでこいつをしばくためなんだわ。こいつをしばき終わった後は、君なんていらない。つまりは、ここで切るが吉え、どうやって切るんだ、これ。切れない。あ、チームを離脱します。おーい俺とやり合いたいか君、早く逃げた方が身のためだぜ。 何やってんだこいつは。俺とまだ組んでると思ってんのか。まあ、知らないが、とりあえず縛こうか。うん。多分この人ね、分かってない。初心者2期の可能性がある。えー、初心者もですね、しっかりと芝いてあげるが世の情け。おお、待て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 。おい逃げんじゃねえよ。俺から逃げるんじゃねえよ。やってやるからな、絶対に。おお、待て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 。多分こいつ分かってないな。この感じ。ここであさってる感じは、初心者ですね。 え、まあ初心者もしつかりと縛いてあげたい。ここは。俺は許さないんで、誰であろうと。どんなやつであろうと許せません。え、一旦ちょっと待ってね。まだ鍵は全然余裕だから。これは嵐を待ちつつ、こいつを縛くみたいな感じでいいか。さあ、まあ僕たちまだね、チームを組んでるみたいな感じですが、チームはもう組めないんで、もうあの、僕離脱しちゃってるんで、 とりあえず、こんな感じで行きましょう。赤く光ってんのが分かんねえのかなさあ、残り5分で来るが、お前はその前に帰るつもりか、それ。じゃあ、許すえ。じゃあ、許しましょう。一旦僕は嵐を待つ。いや、もしくは、一旦ここ弾薬ケースを開けて、いや、ここさあ、せっかくなら5分だから待ちたいんだよな。普通に。もったいないんでね、ここで待てないのは。 ここで待てないのはクソもったいないんで、一旦待ちたいと思うんですが、奴はどうやら帰るようですね。ま、そのまま帰るんであれば許す。マジで危なかったな、あの敵。そっち側で芋ってるか。結構ね、こっちの奥でさ、芋ってると思って、あの、決め込んじゃう人いるんだけど、ここ全然あるからな。ただ、ここでさ、待つとさ、ドアが開いてから、 ちょっとね、撃てないかな。えー、まあ、でも、ここまで俺さ、言ったからな、なんであいつは俺のことしばけなかったんでしょうか。弾が弱かったんでしょうね。まあ、これだから、6層貫通、もしくは、まあ、レッグメタが有効なんだけど、多分、あいつレッグメタしてきた可能性あるな。でも、それを俺の、えー、6L アーマーが弾いた可能性がある。これが、まあ、6L アーマー最強たるゆえんなんですよね。多分、弾いてたな、あれ。 足に打ってもこいつ死なねえぞと、相当ね、困惑していたことでしょうね、あれは。あー素晴らしい。これが 6L アーマーの強さ。まあ、マジでね、みんなね、これを使うだけで、えー、ぐっとね、生存率が上がるので、まあ、試してほしいね、ほんとに。疑ってる人はさ、まあ、マジでね、えのー、この 6L アーマーを使ってみてほしい。マジで飛ぶぞ。脳みそ弾け飛ぶぞ、みんな。ほんとに。うますぎて。強すぎて。 まあ、ただね、えー、強すぎて、まあ、多少ね、えー、試合が、まあ、あの、窮屈っていうか、なんか、しょうもなく感じるかもしんない。まあ、そこはすまんな。さあ、ということで、まあ、補給ブッシングがやってきたんですが、そんな補給ブッシングは、まあ、どうでもいいんでね。えー、一旦、あまた来てるわ。いるわ。はーい、撃たれたことわかんないよね、上からじゃあ。 まあ、わからないよね、それは。まあ、GG ですね。ああ、バックうましい。はまんば、え、まんばに変えた俺。今、俺、バックこれだよな。え、まんば来たまんばに交換させろ、マジで。ああ、バックの中、これ入ってるから、取れないんかいやめんどくさい、めんどくさい。ちょっと、決闘とかめんどいからさ。ちょ、一旦じゃあ、これ、バックの中身、全部出して。えー、これ、まんばが来たんで、まんばに変えちゃいましょう。ありがとうございます。 うますぎまあ。ちょ、待って待って。マジで一旦交換させろ。バックを捨てて、ナンバーを取る。ありがとうございます。ああ、うましうまし。あー素晴らしいね。ああ、マジでなんか電動ドライビングとかも取っといて。はい、来たー。はい、勝ちー。こういうこと。で、この辺全部取って。ああ、うまいうまいうまい。ありがとうございます。で、あとはこの辺の、 MK47M とかも取っちまってで、えー、嵐が来るまで残り何分ですかとあと何分だあと1分13秒うーんこれもあって帰りましょうか完璧だな本当に素晴らしいすべてがぶち刺さっていくこういうことなで俺はさっきの敵の戦法、まあ、を真似しましょうかここで待ってればオール OK ということで素晴らしいですねガチで 秋山ってマジ最高なんだよな。ほんとにさ、うまい秋山、うまいうまいうまいほんとにね、展望台しか勝たないからな、マジで。別荘に行くのは、あの、甘えですね。まあ、ワンチャンリゾートって感じかな、今。今一番暑いのは展望台で、まあ、次に、えー、リゾート。で、最後に、あの、別荘みたいな感じですかね。うん。まあ、その3強を抑えてればいいんですが、 ま、別荘は正直しょうもないんだよね。まあ、6層解放できてないっていう場合はさ、行くのありだけれども、まあ、それ以外で行くのはね、よくわかりませんね。あんま稼げないんで、あそこ。結局戦闘が激しいだけって感じがする。で、あと AI っていうか、ボットっていうか、マロがいるんで、あいつがさ、だるいからな。ここも最近さ、湧くようになったけど、展望台。確率でね。えー、でもほとんど沸かないから、まあ、結局こっちだよな。で、ここで嵐が来たんで、こんにちは。 さあ、うまうまさせてもらおうか嵐の夜にちょ待て待て待て何も湧いてねえじゃねえかマジでえそんなことあるしかも空だしはあおいこれはクソまずいんじゃないかクソまず案件入りますえガチですかうわまずえ、嘘だろこれえーこんなに渋いことないよ何もわかないんだけど監禁アイテムまさかのゼロ え、ガチそんなしょうもないことある。回復しか湧きませんし、回復すらもしょうもないと。え、こんなことあるんかいえ、ちょっとちょっとちょっと、嘘だろう時差で湧くとかないかさすがに。ひどすぎる。ガチでグロい、これは。終わり。えー、じゃあもう、解除して帰ろ。あー、マジかー。くっそくだらないやんけ、これは。 さすがにな。ちょ怖いからさ、ちょっとあの、お注射撃っていいかい注射撃つわ。ここちょっと注射を撃って、しっかり無敵モード入りましょうか。いやー、ガチでちょっとさ、まずいな、ほんとに。あーあーあーああああ、しょうもない。まあ、これだけでも取っとくか。とりあえずここ取って、帰りますああ、バイバーイ まああのー、展望台はまずかったけど、まあその他でね、まあまあうまいんで、帰っちゃいましょうか。うん。まあこのようにしてね、えー、稼いでいけばいいだけの、まあ簡単なゲームなんですよね。全ロストライトっていうのは。ガチで、まあおすすめ、展望台と、あと 6L アーマー戦術。こうすることによって、まあレッグメタもね、防げますし、まああのー、安定的にね、えー、敵を縛いてうまうますることできるんで、 ま、皆さんはですね、えー、ま、ここ、えー、しっかりと、6貫通弾を使えば、えー、ま、6層相手にも、えー、ま、しばくこと簡単にできると思うんで、まあ、気をつけてみてください。まあ、今回ね、6層がいなかったから、まあ、この MP7 でクソ余裕でしたが、6層が現れた時には、まあ、レッグメタを使用すればいいんだよ。でも相手のレッグメタは通用しないからな。まあ、6層貫通疲れてたらじいなんですが、まあ、とりあえずそんな感じで、まあ、終わりましょうか。 帰ろあおいしいおいしいまあ最後にね、えー、復讐状態入られてるんで、えー、ここはですね機関狩りにだけは気をつけましょうね結構やっぱ展望台2機ってさこのトンネルから帰る人多いからここでね待ち伏せてる可能性もあるんでそこだけは気をつけましょうはいということで最後にまあ、取って、まあ、帰るというわけで GG ですありがとうございましたはいということでね本日の最終結果はこちら <laughs> わー !287 万円素晴らしい。はい。えー、まあ、しっかりとマンバも手に入れましたし、まあ、最高ですね。はい。まあんま換金アイテム、まあ、手に入れられなかったから、まあ、正直、お金はそんな稼げてないんですけど、まあ、武器をね、えー、手に入れたんでいいでしょう。ということで、まあ皆さんもね、6L アーマー使って、無双してみてください。以上、こんがりでした。じゃあな、じじい。